登場。赤井は赤と黒のクラッシュで、死を偽装してから、沖やスバルとして生活している。住んでいるのは、工藤邸だ。アガサ博士の横にある、あの豪邸ね。ある時、コナンと博士、灰原は、博士の家で17年前に起きた未解決事件、羽田浩二事件の話をしていた。すると急に、隣に住む沖屋が、肉じゃがのお裾分けを持ってきた。そして事件の話に興味を持ち、一緒に出かけることになったんだ。そんな中、怪しいと感じたのが灰原だ。肉じゃがをもらえたら嬉しいのに、何が怪しいのかしら？やってきたタイミングが、会話を盗み聞きしていたとしか思えない、絶妙なタイミングだったことだ。また、以前も同じようなことがあり、その時持ってきたシチューは、具材が煮込まれていなかった。まるで、盗聴して慌ててやってきたみたいね。